夜景駅舎内部京府線ホーム京府電鉄線、ホームホーム、水原駅は、大韓民国京気道水原市発達区売、山路一街にある、韓国鉄道公社の駅。線路名称上は、京府線、盆島線、水人市線の3路線が乗り入れており、京府線には、KTXITX、セマウルセマウル号、ムグンファ号、リロ、中部内陸循環列車が乗り入れる。 このうち、KTX は、在来線水原経由のみが発着しており、本数が少ない。その他に、KF 線は1号線といった、運行系統が走行する。首都圏電鉄には、駅番号が導入されており、1号線は、P155、水人し、本島線は、K245 の駅番号が付与されている。かつては、水利線も乗り入れていたが、 1972年3月31日に廃止になった。当駅の駅舎は民間事業者が運営する民主駅舎で AK プラザ水原店、GS スーパーマーケット、CGV 水原店、リブロ水原店が併設している。地上の京府線、京府電鉄線のホームは島式4面8線を有しており、 外側の二つのホームを警府電鉄線が内側の二つのホームを警府線がそれぞれ使用している。地下の盆頭線のホームは相対式二面二線を有しており、盆頭線の乗り場番号は地上ホーム番線からの通し番号ではなく一番線から振り直している。警府電鉄線ホームと盆頭線ホームにはフルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。 駅の近くには、コンクリート製の大型給水塔とレンガで作られた、小型の給水塔が残っている。水原駅、乗り換えセンター http コロンスラッシュ www.dailian.co.kr スラッシュニューススラッシュニュースビュー htm、id=221948&sce= ネイバー& s、s view, M? And and kind= メニューコード&、 キーズイコール2 0 5十1 k t x ありがとうございます。